どうもどうも、中野実験室です。マインクラフト雑談です。今日は、建築の続きなんかをやりながら、雑談なんかをしていこうかと思います。いきなり夜になったので、寝たりします。で、まあ、今日雑談しようかと思うのは、まあ前回からちょっと政治ネタが続いてたんですけど、まあ、ハテナというサービスで最近起きたことというか、まあ、行ったことみたいなのを話してみようかと思います。ですね、私はいわゆる、ハテナブックマークなるサービスを使ってるんですけど、まあ最近、ネトウヨと呼ばれるような人たちも、まあ結構見受けられるように、なってきたんですけど、まあ、思想ってのはそれぞれなんで、まあ別にいいと言えばいいんですけど、まあ何と言いますか、こう、無理やりすぎる政権擁護であったりとか、まあ結構何て言うかね、その、見ていてしんどい、読んでてしんどいなって思うようなことは結構あったんですけど、結構あったんですが、まあ最近ちょっと考え方が変わったと言いますか、まあ私は基本的にネトウヨではないので、ネトウヨ的なコメントはしてなかったんですけど、まあちょっと歩み寄ってみるっていうと、まあ語弊があるんですけど、まああえて、まあネトウヨ的なコメントを残すみたいなことをやってました。まあなんちゃってネトウというか、ネトウヨごっこみたいなことをやってました。まあ、本気でネトウヨをやってる人からしたらもうダメになっちゅうぐらいの話だと思うんですが、まあごっこです。で、まあツイッターみたいなもんだと思ってくれたらいいんですけど、まあなんと言いましょうか、ネトウヨならこんなこと言いそうみたいな、ネトウヨならこんなことちゃいそうみたいな、感じの、まあそのコメントを残すという感じですね。何やってんだっちゅうぐらいの話ですけど、やってみると案外面白いと言いますか、敵を知るというとまたこれ大層な話になってきますけど、まあなんていうか、なんでしょう、相手のことをまあ知るというと、まあちょっとなんか大層な気がしますけど、なんて言ったらいいんですかね。なんかうまく話せないんですけど、自分とは違う人の
考え方をあえてしてみるみたいなのは、面白いというと、まあ語弊があるかもしれないんですけど、まあ妙な面白さがあったような気がします。あまりまあ健全なことでもないような気はするんですけど、なんでしょう。今までその、いわゆるそのネトウヨコメントみたいなのは、まあ、結構見るだけで気持ちがめいるところがあったんですけど、まあ自分がごっこ遊び的なものを意識してみると、自分がごっこ遊び的なものを意識してみると、なんでしょう。その、今まで見るのが嫌だったコメントが、こう、逆に参考資料的になるというか、なんでしょう、モノマネをやってるのに近いんですかね、もしかしたら。なんかその、今までだとこう、読むだけでちょっと暗い気持ちになるようなコメントもあったんですけど、参考にしようと思って見てみると、まあちょっと気持ちが変わってくるというか、まあそんなような感じがしました。そうですね。まあしかし今ネトウヨごっこをしてる主たる話題は、まあ、森友学園問題とかが多いんですけど、なんていうか、この問題も結構長引いてますけど、それでもまあ徐々に下火になっていると言いますか、まあなんというか、もうぶっちゃけもう、ネトウヨの人が結構無理やりな用語をしていて、まあそのことをエクストリーム用語なんて言ったりもしてたんですけど、なんていうか結構もうエクストリーム用語も厳しい段階に入ってきてるんじゃないかなっていう気はしますね。なのでまあ財務省の公文書改ざんっていう問題が出たあたりからそれは顕著だったように思うんですけど、もう言い逃れできないというか、言い逃れできないと言いますか、かばいようもないというか、そんな感じには、なってきてるような気はしますね。なのでまあ、今、もうちょっと森友問題が、政権側に不利じゃなかった頃に、どのような、ネトウヨ意見があったかっていうのは、全部覚えてるわけじゃないですけど、まあ一番けど強いのは、
なんだかんだ言っても、安倍首相は関与してないよねっていうのが、大きかったと思うんですが、なんていうか、それも結構言い難いような雰囲気になってきてるんじゃないかなと、思ったりもします。ちなみにこれは、何かを大量に吹き出す建物を作ろうと思ってるんですけど、なかなか面白いですね。今後、盛り土問題がどのように進んでいくかっていうのは、まだまだわからないところでは、あると思うんですが、しれっとこのもう森友のことには関わらないようにしている人は、元ネトウヨっていう言い方は変ですけど、まあ、結構いるんじゃないかなっていう気はしますね。で、まあそれは、私は正しいことだと思います。もしかしたら僕が、ネトウヨごっこをやってみようと思ったのは、そういうような空気を感じたからかもしれません。もう、擁護するのも無理だし、これ以上、政権側につくコメントをしてると、後々恥ずかしいことになってくるような、まあ予感がするというか、そういうのあるんじゃないかなと思いますね。これちなみに、ちょっと圧迫感が強いですよね、これ。ちょっとこう、圧迫感すごいですね。これはちょっとこれは、ちょっとこれは考えましょうか。できたらこのレッドストーン回路を隠したいと思ってるので、どうしても壁の厚みが厚くなるという部分を考えると、両サイドにすると圧迫感が強いので、となると、奥の壁ってことにしましょうかね。どうでしょうね。まだ森友問題は収束してないので、佐川元国税庁長官の証人喚問とかが終わったら、実はネトウヨ大勝利みたいな感じになる可能性も、なくはないとは思うんですけど、
なくはないとは思いますけど、どうなんでしょうか。まあ、そもそも勝ち負けの問題ではないというのも、当然あるとは思いますけど、難しい問題ですね。まあ、なんていうか、この問題が長引くにつれ、擁護側の意見が苦しくなってきてるというか、最近だと森友学園問題は関西の闇であるみたいな感じの論調が増えてきて、まあ、つまり、あんまり話題にしたくないというか、そのデタラメっぷりが、に怒りを禁じ得ないところはあるんですけど、まあ、童話問題とかに絡めて語ろうとしている、人たちもいるみたいです。まあ、なんていうか、なんていうか、結構私は京都、市民じゃなくて府民なんですけど、京都市民なんです、あ、府民なんですが、童話教育とかっていうのは、それこそ、ずっと、行われてきましたから、根拠なくというか、まあ、デマだっていう表現がされてますけど、政権擁護のためにそういう話題をしてほしくないなっていうのが、まあ、正直な感想ですね。ちったらいいんですかね。触れてはいけない視点と言いますか。そこは言ったらダメなんじゃないのっていう気がすごいしますね。まあ、それがまあ適当な話であるっていうのは、ネットメディアとかが、言ってくれたりしてますけど、まあちょっときついですよね、さすがに。なので、まあ問題がどういうふうに向かっていくのかとかは、わからんところはありますが、結構きつい局面になってきてるような気もします。そうですね。これちなみに、いろいろと吹き出す装置を作ろうと今やってるんですけど、横から飛んでくる装置はちょっとこれ難しそうですから、ここまで作っといてなんですけど、多分これはやらないですね。試行錯誤しまくりですが。どう考えても、回路と、その他仕組みが難しくなりそうなので、
これは横から降ってくるタイプはやめて、上から降ってくるようにした方が良さそうですね。そうしましょう。なかなか建築は難しいですね、やっぱり。ながらでやってるから余計難しいと言いますか。まあ、ちょっとしばらく普通に建物を作りましょうか。まあ、あんまりなんでしょうね。思想で、考え方で人々の分断するっていうのはあんまり良くないので、僕は今さっきからネトウヨネトウヨって言ってるのも、ネトウヨの人に対しては、まあ、侮蔑的な表現と言えるかもしれないんですけど、まあ、だから望ましいのはやっぱりこうみんなが仲良くした上で、みんなが仲のいい状態っていうのが、まあ、デフォルトで、そしてまあ、そこからまあ、いろいろな考えがあるみたいな状態が本来は望ましいんでしょうけど、どうしても思想的に対立してしまう。まあ、僕がやっていたネトウヨごっこなんちゅうのは、まあ、なんでしょう。あんまりいいものではないのは確かなので、偉そうなことは言えないんですけど、そこですね。あんまりこうネトウヨ的発言をしていたハテナブックマークアカウントの人が今どうなってるか、呼吸してるかとかそういうのを、わざわざ調べたりもしないんですけど。まあ、でも、手のひら返すっていう言い方もあんまり好きじゃないんですけど、やっぱり森友問題は変だなっていうような感じで考え方を、まあ、変えていくとしたら、まあ、今の時期が絶好調なんじゃないかなと。まあ、動画で話す内容としてはふさわしくないかもしれませんけど、まあ、その問題に関わったと思われる人が自殺してしまったりとか、そういう悲しいことも起きたりしていたことを考えると、もうなんか何を支持してるかとか、そういうような次元で話す局面でもなくなってきてるような気はしますね。で、まあ、さらに、公文書改ざんとかにもなってきてるわけですけど、果たして、国有地の売却問題に関して、公文書まで改ざんするほどのことだったのかなと、まあ、それこそネトウヨの人がやりがちな、事態の矮小化とかではなくてですね、もっと早くにおかしな取引だったということを認めてしまっていれば、ここまで長引かないし、そして悲しいことも起きなかったんじゃないかなっていうふうに、思えてしまいます。
明らかにやっぱり事態が深刻になるにつれ、ネトウヨ的ハテナブックマークアカウントの人は減ってきましたね。ちょっと話す話題も単調になってきまして、今ちょうどマインクラフト BGM がかかってるので、しばらくはこの BGM をお楽しみください。はい、BGM が消えてしまいました。まあ無理に喋んなくてもいいぞっていう話かもしれませんが、そうそう、それでそんなハテナブックマーク遊びをやった後に、まあそれに関してブログ記事とかを、まあ、書いたりしたんですけど、まあ、なかなかそのやってる側の真意というのが伝わらないというか、まあ伝わらなくて当然だと思うんですけど、伝わらなくて当然だと思うんですが、まあいちいちそういう、ネトウヨ遊びをするときに、いちいち、ネトウヨが言いそうなことっていう注釈をつけてたんですけど、まあ、中途半端だと。そうそう。っていうようなコメントが、まあ、それも、ハテナブックマークコメントが、ついたんですけど、まあそうですね、まあそれはまあ確かにそうだなっていう、思うところもありのなんですが、まあただあくまでそのごっこ遊びですから、それがまあネタだぞっていうことが書いてなかったら、私の内面を知らない人からしたら、まあ、それはつまりガチに移ってしまうわけなんですね。で、まあガチなことをしたいかと言われたら、
そんなことは全然なくてですね。どっちかっていうと、それはその、本人の思想とは違うことを、あえてやってるってことを、で、いうわけでやってるので、なので、注釈がついてるのが余計だっていうのは、僕からすると、そこそこお門違いではあるんですが、そんなことは、私のことを知らない人は当然知る由もなく、っていうか、その知ってる人ですらそんなことは知る由もなく、実は言うと多少迷ったところはあったんですよね。これはその注釈なしで、ガチで、これはネトウヨの言いそうなことだよっていうことを書かないでやった方がガチ感を増すんじゃないかなっていう気はしたんですけど、ただそれをやってると、釣りとかになるわけですよね。インターネットでいうところの。ネトウヨの人からしたら自分たちに近い思想の、ブックマークコメントがされている。だからスターをつける。Facebook でいうところのいいねみたいなやつなんですけど、だからこうスターをつける。スターをつけたと思ったら実はそれはただのポーズであって、偽ネトウヨコメントだったみたいな感じになるわけですね。なかなか楽しいですね。人を騙すというとあれかもしれないですけど、そういうことがしたいのかって言われると、僕はそうじゃないっていうのが本音でして、釣りたいかといえば釣りたくはないっていうのが本音でして、ネトウヨっぽいことをわざと書くっていうのが、それはどうなんだっていう話は、あるとは思うんですけど、それとは別に、釣りをしたいかと言ったら、そうじゃないんですという感じですね。今のところそんなに批判めいたことは、言われてないんですけど、批判されてもおかしくないことをやってるなとは思うんですが、これあれですね、レッドストーン信号をどこから発生させるかっていうのはちょっとだけ難しいですね。これマインクラフトあるあるですけど、やっぱり建築っていうのは余裕を持ってやらんとダメですね。どうしても私はその、どこかキツキツのラインで作ろうとしてしまうところがあるんですけど、回路は必要な面積っていうのが同時に
もう決まっとるわけですから、あんまり何でもかんでもギリギリでやると良くないってことは確かですね。なんでこれが連続で飛び出さないんだろう。ちょっと動作チェックしてみますか。これは飛び出してくる。ここは飛び出さない。ここは飛び出してくる。飛び出してくる。飛び出してくる。これは単純に信号の信号の横断の仕方があれなんですよね、多分。まあ、おそらくこれで全部動くでしょう。さて、ちょっと話すネタもなくなってきたので、この動作チェックを最後にやってみて、これはまあ多分ですけど、全部動いてますね、これは。となってくると、やっぱりこう信号を発生させてるところをちょっと工夫しないとダメですね。とりあえずこれはまあこうしておいて、まあまあその辺はまた次回にでも考えましょうか。はい、てな感じで、ちょっと取り留めのない話でしたけど、ハテナブックマークで、ネトウヨごっこをやってみました。そんなことをやった後の雑談でした。まあちょっと意味不明すぎる内容かもしれませんけど、まあそんな世界もあるんだなぁと思っていただければ幸いです。それではまたお会いしましょう。さようなら。